今年は、まあ、本当に今年の R1 を優勝するぞっていう意気込みで臨んだんですが、ちょっと残念ながらちょっとお祭り騒ぎに巻き込まれてしまいまして、1回戦敗退という形で、すごい悔しいんですが、まあしょうがないかなと、はい、まあ、この反省をバネにまた来年頑張りたいと思います。まあ、優勝が山本雅美さんということで、いやーでも圧巻でしたね。2本ともめっちゃ面白かったですし、もう悔しいですけども、もう完敗です。山本雅美さん本当おめでとうございます。マイデジ TV をご覧の皆様こんにちは、ヒューマン中村です。この度は R1 グランプリ2014に出場させてもらったんですけども、残念ながら敗退ということで、いや応援してくださった皆様ほんまに期待に応えずすいません。いや A ブロックお祭り騒ぎに巻き込まれて、ちょっとね、残念ながら敗退してしまいまして、まあ、この悔しさをねバネにまた来年に向けて、また1年ネタを作っていきますんで、ぜひまた応援よろしくお願いします。そんな来年に向けての、第一歩目としまして、僕はですね、この度東京で、単独ライブを2公演開催させていただきます。それはですね、こちら3月29日の、土曜日なんですけども、3月29日土曜日2公演をさせてもらいます。まずは16時からトークライブ、ヒューマン中丸です、よろしくお願いしますというタイトルで、ゲストにノンスタイルの石田明さんをお迎えいたしまして、60分のトークライブをさせていただきます。開演16時、チケットは前売り1200円、当日1500円となっております。そして18時からは、ネタライブとなります。来年に向けての、ね、新ネタあり、大阪でやってた、ベストネタあり、そしてフリッパーもちろんコント漫談、いろんなネタをやらせてもらいます。こちら90分公演でネタライブヒュマッシュ、開演は18時、前売りチケット1500円、当日1800円になってます。そして会場はどちらも、新宿シアターブラッツというところでございます。皆さん3月29日